平田徳木2月10日から1943年3月13日は、英文学者、翻訳家、随筆家。本名は、平田喜一。喜重郎、三木の長男として、日本橋伊勢町、協立学校に入り、やがて同人雑誌を出すなどした。1887年、町内の保守の天地と洗礼を受けたものの、キリスト教熱は一時的だった。 実家と大宮を往復するように暮らした。1890年、第一高等学校に進み、ウォルター・ペーターの文芸復興に巡り合い、その芸術史上主義の感化を受けた。さらに、バイロン、シェイクスピア、テニソン、また、参加集、ツレズレ草なども単独し、1893年、同人に加わって起こした文学開始の創刊号に、吉田健康を乗せた。 数学がダメで、1895年に第一高等学校から東京高等、師範学校英語専修科へ移った。英語は、すでに抜群だった。1898年から約3年、母校の付属中学の教員を務めた。旧知のフェノロサと同僚になり、その農学研究を助けた。1901年からは、本校の教師になった。文学熱が戻り、太陽し、 明星市などに寄稿した。1903年から3年間、文部省留学生として、オックスフォード大学に留学し、島村方月、下村観山、三土中蔵、和田栄作らを知った。帰国後は、東京高等師範学校、女子学習院、明治大学英語専修科、第三高等学校で、点々と教鞭を取り、その間の1907年、 水野めぐみ音と結婚して、カズメを設けた。めぐみ音は1909年に亡くなり、1911年にめぐまおとの妹みとと再婚して、後カズメむつを得た。次第に、分断から遠ざかり、英文学者として生活し、書斎にこもるようになった。英語青年史との縁を深くした。1914年以降、多くの英文学の翻訳を、 国民文庫研究会から出版した。1918年、英語文学を創刊し、戸川騎骨、竹友宗夫、山宮誠、野口米次郎、日夏幸之助、辻淳、生田長校らが執筆したが、1921年で終わった。1934年以降、壊れて法政大学で週一度講義した。 1943年3月13日に亡くなった。墓は東京都墨田区両国二丁目の両国エコ光院にある。格好の印の後ろは最も新しいと思われる改版。ありがとうございます。